メール。こんにちは。はい。はい。カリウレナさん、頑張ったこと、大変だったことをお願いします。これ逆ですか？大丈夫です。はい。頑張ったことは、そうだな、カリウちゃんはリライフにとって多分一番リライフを見てる方の気持ちっていうか、みんな見てるみんなの悩みっていうところに一番近い存在だと思ったので、みんながどういうことを悩んでるだろうなとかみんながどういうふうに、今を生きてるんだろうなっていうことをすごく考えました。すごい。でも保健室のシーンとかやっぱりなんか、なんていうんですかね、なんだろうな、あのリライフであそこがあるから、池崎さん感想巻きでお願いします。あそこからこそなんか素敵なシーンだなってすごく思いました。ありがとうございます。ということで、はい、はい、そんな池田さんのカリウレナをぜひ劇場でご覧ください。見てください。バイバーイ。バイバーイ。今日もさ、すごい楽しい。
はい、リリー・フランキーと申します。僕ももう長くビートルズマニアを、続けてまして、まあもう僕がそのビートルズを聴き始めた頃はもうビートルズは解散していたんですが、それでもその残された映像を、あと写真とか、あれこの写真見たことないなとか、あれこのアザーカット、この映像でっていう、何ですかね、もうそのマニアとしてはもう解散してしまって何十年も経つバンドを追っかける身としては、見たことない写真、一枚の写真とか見たことない映像っていうのがもうほぼないだろうっていうぐらい、もういろんなブートレグ屋さんとかいろんな海外の店で探して、この写真ってあったっけみたいなのをマニア同士で話す中、あの伝説のルーフトップのもう何時間も6時間ですか、まだなかなか全貌がつかめてないんですが、未公開の映像がそんだけ大量な物量で出てくるっていうことはもう本当にこれが最後だと思いますし、あの時期にあのメンバーがやっぱ屋上に集まってもう最後の演奏におそらくなったライブだと思いますので、いやこの貴重な映像今までどこにあったんだっていうことと、そしてまたそれをピーター・ジャクソン監督がまた新たにエディットしてということで、これはもう映画としても大変素晴らしい映画になっていると思いますし、もう資料映像としては大変価値のある、これは本当ビートルズのマニアの方に関わらず一つのなんかやっぱ音楽の歴史として、やっぱ音楽のドキュメンタリーの映画っていうのはやっぱどれ見ても外れがないので、ぜひこう一つの音楽、一つの世界を変えたグループの最後の伝説のその映像をちょっと皆さんにも、見ていただきたいなと、思っております。みんな何しよっと、こんにちは、川村夏希です。みんな何しよっと、こんにちは、バビです。素晴らしい。つらい。何もつらい。今日これからなっちゃんと2人で会話するの。あーやめてそれ。バビさんの、いつもスナラジで、私のこといじってるのは、無理していじってるって、なんて面白くするために。全部にしてないんだけど、仲悪い風に演出してるかもね、二人の中でなんか意気投合して、結構さ、不仲説みたいなのがあるある。だってインスタライブしてても、例えばなっちゃんの話になると、なっちゃんと本当は仲良かったか、私がたぶんなっちゃんのこと嫌いだと思ってると思う。ぶっちゃけすならずのバビなっちゃんどうなのっていう感じで、なるほどね、ちょっと話していければっていうのと、会うのもまず久しぶりだったんで。いやめっちゃ久しぶりだった。12月私すならず結構出てなくて。そうだよ、そう、私一人でホワイトロードだったんだけど、ちょっと外歌を練習しないと。そうすれ違いなんだよね、すならずも。そうなの。だから会うのが実際3ヶ月ぶりじゃないとかじゃない。いや多分そうだと思う。そうだよね。なんか、はい、久々に会った元カレみたいな。初めてスペインに行って、じゃあずっと行ってみたかった国なんですけど、意外と知識もないものというか、本当に夢を抱いて、どういう場所なんだろう、どういう人がいるんだろうと思って、でいざ行ってみたら、すごくこう不思議と肌なじみがいいというか、そこにいる人も街もなんか時の流れ方とかもすごく心地が良くて、なんかそういうのに身を任せながら、写真を撮ってもらえたんじゃないかなと思って、なんである意味今まで見せたことがないぐらい素の部分というか、そういう部分を見せられた写真だったのかなって思います。いろんな表情があるなと思いました。すごく現代的な部分と、昔からある建設物
大切にされてる部分と、なんかちょっとこう旧市街っぽい匂いは残ってるけど、発展してる部分はちゃんと発展してて、なんか夢の国、とぎ話の国みたいなイメージが少しあった中で、やっぱり同じように時代が進んでるんだなみたいなことは感じました。私は2歳からもずっと日本で、特に福岡っていう、ある種あったかいんだけど少し閉鎖的な田舎町ですらあって、その中の常識の中で十何年生きていたので、もちろん東京に来た時もその自分が今まで常識だと思ってたことの固定概念はどん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 いい意味で崩れていったし、スペインで出会った人たちも、なんだろう、本当に人が好きなのかな、なんかちゃんと心と心で話ができる人とか、今同じ空間を精一杯一緒に楽しもうねって思いだったりとか、なんかそういう思いに触れられて、また一つなんか自分の中でくすぐってた部分がほぐれたというか、日本に帰ってもこうやってスペインで覚えた思いとか、教えてもらった気持ちとか温かさとか、また日本に行かせたらいいなって思います。今日さ、ピクニックってさ、うん、そうしようってね、ピクニックをしたかったんだ。そうなんかなっちゃうから謎のLINE が来て、うん、絶対なんかもう得意でやれてるじゃん。いや、やばそんなことするわけないじゃないの、あなた。あーなっちゃん、なっちゃん特製。え、すごいうまい卵。意外と優しいね。いや、意外とびっくりした。ほら、まあ、プルプルしてる、ちゃんと。唐揚げも作りたかったの、なんだけど、マジで時間なかった。なんで時間がない？別に早く起きれば作れるの。なんかレジャーシート忘れたから、ちょっと時間変更してもいいみたいなさ、もういいよって言って。ゴミ袋分けよう。本当にさ、適当だよね、私より。だから分かる、バビさんが怒るのも分かる。なんでかっていうと、私はちゃんとしてますみたいな、あー好きですみたいな感じじゃん。私より全然ズボラ。そうなの。そう、味付けとかめっちゃ知らない。よかった監督のああいう雰囲気というか、すごく僕はやりやすいという感じでしたけど、この部分使えば何を考えてるかがすごく分かりやすい。お互い多分その、なんていうか、好きなものというか、感じるものが近い。例えばじゃあ今やったものが OK 出なかった時には、そっちじゃなかったっていうのがすごく分かりやすい。そうだよね、多分今泉さんはあんまりやりすぎないことしてね、はっきりだと思うんですけど。まあ、監督のなんか OK がすごく分かるというか、まあ、多様性のある監督ですけど、今回に関しては今回、まあ、実況さんだったらこう、実況さんだったら、まあ、監督も、まあ、なんか一つシーンがある。Show compassion and send to me a stroke of love. 初めて会ったの、3年前くらい。私はもうスナナジー何回か出てて、うん、で、なっちゃんが登場してきた。あれがなっちゃんの初か。そう、うん、え、どうだった？いや、なんか一番最初は私すごい印象良かったの。え、そうだった？かわいいみたいな、めっちゃ優しくしてくれた。だからめちゃめちゃ最初良かった。あ、良かった良かった。そう。え、何どこら辺から悪くなった？悪くなってないんだけどさ、あんまりもし
かしたら私のこと好きじゃないのかな。いい機会だから。そうだね。ぶっちゃけお互い本音。オッケー。私は逆なの。え？初めて会った時は、まあ、めんどくさい可愛くて苦しい女が来た。あー、なるほどね。可愛いって言ってあげなきゃ機嫌になっちゃう。可愛い子に来た。実際可愛いって思いになっちゃう。可愛いんだけど、今グラビアとかもしてるとか、いろいろ前情報もあったから。すごい可愛い可愛いあげなきゃみたいな、はい、なるよね。そうそうそう、まあ、で言ってんのに結構なっちゃうなんかはいみたいな気使ってくれてたんだね。そうなの。逆逆なるほどね。私そう結構バカだね。普通にそう思ってくれてると思ったいや思ってたよ。可愛いけど女の子が来たみたいな。途中から番組内で、うん、なっちゃんあざといキャラみたいになってきた時あったじゃん、うんうん、ちょっと加工してビチョビチョになっちゃった。ちょっと面白いなって感じ。そっからなっちゃんが面白くなってきた。またして。おお、よかった。そう、そうなの。だってそれを受け入れられない子っていうじゃん。そう。はい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 。そういうこと言われた時、ちょっといじられて、うん、なんかみたいになっちゃう子ね。そうそう。それがなっちゃんはそれを貫き通してずっとなっちゃんをやってる感じがめっちゃなんかまた好きだったので。負けねえなみたいなね。そうそうそう、ずっとそれやるやんみたいな感じが。そうそうそう、徐々に受け入れる体制に入ってきてくれたんだ。そう、むしろこのやばい面白いみたいな。あ、それは聞けたのめちゃめちゃ嬉しい。の当たりが強くなってきた時あったじゃん、うん、そのラジオ内でね。うん、めちゃめちゃあったねリアルでちょっと収録の時ガチ切れの顔とかちょっとそれは言い過ぎだよみたいなそれも好きになっちゃったこれは私も本当に申し訳ないと思ってるんですけど、怖い。なんだ試合のさ YouTube の時にセコンドに行きたいって言ったよね。言ってたじゃん、うん、で私がそれを来てほしいって言ったじゃん一回、うん、結果的にちょっと腰でセコンドを来てもらうことになったから本当に申し訳ないんだけど、でも試合には興味持ってくれてたから、うん、そこにもしよかったら来てほしいっていうのはあるんだけどって言ったのも、うん、ガミさんがラジオでなんか違う子が来るから断られたんだけど、うんすごい嫌なやつだもんね。そんなこと言われたらね。でもだいぶ後に、うん、ちょっと私言いたいことがあるみたいな、急にそれも言い出してくれて、うん、見たんだけどさ、泣いちゃったわなんかあれさ泣けたんだよ。だからその時のなっちゃんの気持ちは私は分かんないから、そうそうそう、面白くなるようにと思って言ったんだけど、うん、ガチギレしてそうそうここ隣なんですけど、そう違ってたから本当にもう目がずっと一点ずっと見て、実際本当にひどいと思ってないよ。あ、本当？だって実際さ、あ、だってそれはさ、こっちもセコンドの人たちに言ってくれますみたいな、そらそうやん。後々あの動画が上がって、うん、そう見た時にマジで私泣いちゃったよ。そういうことかっていうのはあった。写真集っていわゆる満を持して出版させていただくものだと思ってたんです。なんか、ゲレレーザー22歳っていう感じで出すのかなと思ってて、でもずっとおこがましくって思ってたんですけど、ファンの人がじゃあその満を持して出したものだけを見たいのかなって思うと、意外とそうじゃないかもしれないな。まだすごく発展途上というか、弱い部分も出しつつ、なんかどう感じるかは本当に皆さんの自由だと思うんですけど、私は今の私が出せるものを出し切ったと思うので、あの10年後ぐらいにちょっと恥ずかしくなるんですよねでもそんな気持ちです。私は全然大好きだし、嫌いとかそういうことじゃなくて、なんか本当にちょっと面倒くさいって思わせちゃってるかなって思った。あ、私がなっちゃんの嫌いなのかなと思った時、スタッフさんにこう注意してもらうこととか結構あったわけよ。そもそも私がここにいて面白いのかなってずっと思ってて、それをなんとかだからみたいなさ、注意になっちゃう入ってる時から、私はちょっとそれあれだからみたいな、しようって思ってでパッて見たら本気で食らってるもうなんかそう愛おしいをさ、うん、なっちゃんって可愛いとかやったっててさ、それはつまんないじゃん。絶対つまんないよね。わかるわかる。だからもうなっちゃんは最低だよ。もういや愛だったんだ。愛分かった。
皆さんにもこれで多分伝わった。いやでも多分皆さんは多分分かってる、分かってる、全然分かってる。素晴らしいガッツリリスナーさんは分かってるよね、うん、それは。でも誤解しないでくださいね、私も8割ぐらいは分かってたんですよ。基本的ないじりは愛だっていうのはもちろん分かってる。でも一瞬そうだよね、一瞬の時期ちょっと本当に、うん、みたいな時はあったから、うん、今すごいね、うん、愛を感じました。でもいじってるつもりもなかった。なっチャンネル、なっちゃん覚醒時期みたいなのがあった。覚醒した時期はあった。覚醒して私とリリーさんちょっと引いてた時期。やだちょっと超えてこないよっていうか、体操着のピチピチとかもリアルすぎて、そうなんかうーわリアルすぎて普通に、最高からみたいな。そう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 、最高って言われだしてから、うん、本当に楽になった。じゃあ皆さんに伝わったんじゃない、これなんか伝わったかな。いいって。いや私のことも好き。私のことはずっと好きだよ。どういうとこが好きって。私のいいところは全然出てくる。なんか私ってすごいこう取り繕ってしか生きれないタイプ。しないのに人から好かれてるのがものすごく羨ましかった。最初はいいのって思ってたけど、途中からものすごいそれができることになって尊敬してたのも。だからそういうところが弱いところも、バビさん自身はさ、そんな幸せなことじゃないじゃん、そういうこうちょっとパニックになっちゃうとかっていうところも、なんていうかサポートしてあげたいじゃないけど、そういう母性でめちゃめちゃ好きだなって思ってたっていうか。母性強いよね。母性はまじ強いね。大変ですよ、そりゃもう。大変だけど22歳の今しか取れないものだし、結構命がけで本当に風が強くて、でもやっぱりあの場所でああいう風に七びいて自分の意思が伝わるようにいろんな感情になるっていう一枚を写真を撮りたかったので、あの瞬間なんかカモメがずっとで私たちは勝手に見守ってくれてると信じてるんですけど、なんかずっとこう見ててくれたり待っててくれたりしてて、それに救われながら撮ってました。そこはすごい大変でした。結構お気に入りのカットではある。お気に入りですね、うん、なんかいろんな気持ちになりました。なんかもちろん日本っていう場所に自分の家があって、自分の好きなことやって好きなものなんか読んだりとか食べたりとか、それだけで一日が終わる中でスペインっていう国に行って、本当に高い高い山のもっともっと高い場所の崖のその中でも一番高い岩の上にいて、こういうところで素敵な衣装を着て素敵なメイクを残してもらって、みんなで同じものを作ってる、うん、東京の高層マンションから見える、うん、いわゆる東京の景色ちょっと苦手だったんですけど、なんかちょっとさ心が寂しくなっていうか、ここで一人で戦ってるんだな、一人じゃないのに、ね、なんかそういう風になる気持ちになっちゃうので、ね、その瞬間はなんか同じ高いところにいるのに、なんかもっともっと自分ならまだやれると思えるのが、うん、すごく大きな気持ちにさせてくれる場所。休んでる間に、はい、感銘を受けたんです。またバビさんの言葉に、うん、なんか言ったスキャンだけど、あこれは感銘を受けた人多いよ。でもあれ実際そうじゃない。そうなんですだよね。何のこと言ってるかちょっと具体的にどうやってピーピーって説明するんだろう。まあ行為、うんね、男女の行為あるじゃないですか、うんうん、営みね、営みね。で、あの最終の時のそうです、そうです、うん、あのいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、そうだ、そうそう、いらっしゃいませって、今日やってるの、やってるやってるって洞窟の中に入った、はい、入ってから、はい、走らないでくれって一旦チェックして、一旦チェックして、そうそう、洞窟に入ったら、はい、一度立ち止まって、はい、そのだって見なきゃ、実際そうじゃん、危ない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 とこじゃないけど、普通洞窟に入ったらさ懐中電灯なり何だよ、周りを見渡すわけじゃん、見渡すよ、
そう、うん、あれをやってほしいってことよね。そういうこと、わかりやすい。え、そうだよね。すごくいい例えで、もしかしたら奥深いかもしれない、はい、もしかしたら意外と行き止まりが近い動物かもしれない、はい、意外とこのなんていうかこう狭いかもしれないとか、いろんな動物があるから、動物に入ったらそのまま走るんじゃなくて、走って中は遊ぶんじゃなく、そうね、ずれたりずれたり入ってるね、立ち止まって様子を見る時間が動物にも必要なんですよと、そういう話だよね。一旦止まる時間が欲しいっていう意味でキャンしたいって言ったの、ね、そう、なんか大事にされてる気がするとか、だからなんかこれ多分男性の方も知ってとくって感じじゃん、うんうん、これはなんか全女子が多分みんな同感、うん、なんか普通こういう話って人それぞれ、うん、マイナスな人は絶対にいないと思うな、ね、うん、そうなんですよ。だからこれはねちょっと、うん、なっチャンネルをご覧の皆さんにも、ね、伝えたかったんですよ。伝えてあげたい、そう、そうだし、うん、とか例えば俺はやってるよスキャンとか、それ知ってたよスキャンのこと、そう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 、男の人も男性もねいるかもしれない、いるかもしれない、うん、一番私すごい盛り上がったなって時があったの、それが覚えてる、視界に入らないでの話、何だっけ、何だっけ、男性は視覚でこう、そう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 、女性はさ視覚で興奮楽しない、そう、なんか見られてることがすらも気になっちゃう、あ、それわかる、なんか今自分臭いかったどうしようって思っちゃうからね、そうそうそう、どっちかっていうと自分がこんな感じだろうみたいなのとか、いろんな余計なことを考えちゃうからって言ったら、リリーさんがちょっと蹴ればいいですかみたいな、やめればいいですか、そうそうそう、どうやっていなくなればいいですかみたいなこと言い出して、それもめっちゃ面白くてさ、ちょっとこうこう入れてシャッってやるんですよ。ちょっと怖かったですけどね、私みんなが。でもなんかいいね、女性の人がこう大きな口上げてこう垂れてシャッってやったような感じがちょっと違いました。ピルちゃん何本ぐらい経った？お腹いっぱいになったの。私もさ、なんか、え？なんだよ。そうなったらなっちゃんも出てよ。え、絶対出る。私、最近コラムを読んでるんですけど、めちゃめちゃ面白くて、こんな経験してる人いるのみたいな、嬉しい、でなんか今までもすごい経験してるなっていうね、すごいフランスに住んでたりとか、そのコラムは自分の体験した心話とか、やってしまった話、やらかしちゃった話とかもしてるから、そうコラム最近書いてるんで、月に2回バビの今日も大丈夫ってやつをちょっと見てください。ぜひ見てください。貼っときますね。あ、マジで。貼っときます。ありがとう。ありがとうございます。見てください。またこっちにも出てね。あ、出る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 。だからもう遊ぼうよ。YouTube。YouTube。もう本当そんな感じでやるのがやっぱ一番ですよ。一番だよね。こっちが楽しんでる方が多分皆さんも楽しい、ね。そうだよね。そう。じゃあね、今日はバビさんとのコラボでした。ぜひね、あの砂ラジもね、うん、見てほしいんで、砂ラジも貼っとくんで、ぜひよかったら皆さん。ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ちょっとすごくない、こんなこと。逆になんか宝くじ当たる、宝くじ当たるね、当たるよね、うん、ミラクルぐらい オムライスのお弁当箱ストーンって鳥の糞が落ちました。それが言いたかっただけです。はい、はい、ごめんなさいね。はい、はい、じゃあまたバイバーイ。バビさんありがとう。未だにロスですね。ピンクリーダーかわいいっていう、すごいんですよ。ちゃんと目を合わせてじーっと見て、この人危険じゃないかな、何考えてるだろう、お互い大丈夫だよ、よろしくねっていう気持ちになれたりとか、それが本当にそういう風に伝わってるかはわからないけど、それでこうお互い信頼し合って生まれたこと、すっごい素敵だったし、純度の高い時間だったと思うし、あのエラちゃんってアリ一匹も殺さないっていう主義だったと思うんだけど、撮影中もね、近づいてくるアリを殺したの誰っつってなんか違うの、それももうなんか変なところばっか出てくるな。一昨年ぐらいにアリ主観の小説とかを書いたりしてたんですよ、短編で自分で、別に世に出してはないですけど、アリが
か人間のプロックスに迷い込んでわーってなってるみたいな書いたりとかしてったので、なんかこう簡単に潰せないっていうか、でもし家でこう蚊とかハエとか入ってきたら、もうそれはどうする？蚊は振って捕まえてパッて外に逃がす蚊潰さないようにって丸く持つのが得意なんです。苦手なものか、逆に蜂刺されたことあるの？分かり合えない。目がでかすぎちゃって蜂の蜂が何頑張ってるか分かんないじゃないですか。あれ全部見てる。そうだよね。なんかごめんみたいな何も組んであげられなくてごめんなさい。でも前ツイッターで蜂と仲良くなってる人のアカウントを見たんですよ、うん、スズメバチを飼っててすごい懐いてて、ちょっと悔しかったすごい悔しかった。分かり合えんじゃんと思って。好きな男性のタイプは浮気しない人。まず浮気されないにこうしたことないじゃないですかっていう女の子のエゴも含めて、浮気しない人っていうのをまず大前提に聞かせてほしいっていう乙女心で、あとは何だろうね、あんまり好きな人がすごく好き、一途なんで、それがしんどいってならない人がいい。男性のどんなところにキュンとくる？喋ってる時に警戒を置いてくれたりとか、ちっちゃいことだと思うんですけど、あ、キュンっていうか、あ、ありがとうって、なんかごめんね。でもそういうのすごい幸せだなって。キュンキュンすることって何？無邪気なのかな、そんな無邪気に笑うみたいな可愛いなみたいな、そう、なんか楽しそうだったらキュンキュンしちゃうかも。楽しいのってなっちゃう。じゃーん、はい、これらが私のバッグの中身、愛する者たちです。よろしくお願いします。サウンドクリエイター YouTube をご覧の皆さん、石橋亮です。私、石橋亮のニューアルバム、オーライラが今回8月31日にリリースされます。ソロアルバムとしては、5年ぶりで3枚目となります。今回、全10曲ですが、私の50年にわたる音楽史の中で最高傑作だと自負しています。ぜひ皆さん聴いてみてください。そしてそのニューアルバムを引っ提げて、今回全国で8カ所ライブのツアーを回ります。 Keep in Touch というタイトルのツアーです。関西地方はね、9月の18日大阪ナンバーハッチでライブをやります。今回のニューアルバムの新曲と、それから昔から歌ってきた9曲を織り交ぜながらね、皆さんと一緒に、楽しみたいと思ってます。ライブは3年前のね、私のデビュー40周年を記念するアニバーサリーツアー以来のライブとなります。私たちも非常に、メンバー一同楽しみにしてます。ぜひライブにお越しください。石橋亮でした。今まで私は作品を見て、あのいい監督って判断していたんですが、現場を経験して思ったのは、本当に芝居をよく見ていてくださるんですよ。それから、各一話で全部こう、全部キャッチされている。だからこう、やり手はもちろん、抜けない、こっちが気を抜けないっていうのもすごくあって、なぜそこのいいところをキャッチできるかっていうと、イメージがあるからなんですよ。
こういう風にしたい、こういう風にしたいっていう監督のもともとのイメージがあるからこそ、多分私たちはそこに乗れるんだっていう、こう本当に実はなかなかそのカット割りばっかりやってる順番もありますし、いろんな監督さんに映像が好きな監督さんだなっていうのをつくづく今回も感じますし、どの作品を見ても本当に楽しみ、楽しみだなっていうのは、この楽しめる側が、見てる側が、まずいつも楽しみです。やっぱり、まあ、そこは間違いがなかったなっていうふうに、監督だけを実は撮っていたいですよね。私見てて今回、本当にこんな可愛い人なんだっていう気持ちから、その相談に来るときに泣きたいなってまた思うんですけど、その時のその最初ね、恥ずかしくて目線合わせられなかったんですけど、こう可愛い目がこう来てくるとキュンとしちゃうんですけど、だろうな、不思議な生き物です。不思議な生き物。うん、大好きです、ね。でもなんかこの年齢ぐらいで初めて参加できるのは良かったなと思っていて、正直自分の力を抑えることもなく、すべてオープンにしてぶつかっていきたいなっていう感覚が今、もう日々ワクワクが止まらなくなっているので、そこは楽しみにしてます。やっぱりまず身体性っていうものをあまりこう日本の舞台でって言ったらあれですけど、しかも個人の身体性じゃなくて、こう集団の身体性の中で一つの言葉だったりとか、シチュエーションだったりとかっていうものを一人ではない何十人も絡めた中で人に伝えていくっていうものは、こうやっぱりこう集団で競技をスポーツやってたりとかしてた自分からするとすっごく魅力的だったんですよ。そこに野田さんの哲学的な言葉だったりが、ただ一人が語るだけでは伝わらないような言葉を何十人もかけて体だけで表現してみる、そこに言葉がポンって入ってくることで、なんかこうスッて細胞に入ってくる感覚が僕の中ではいつもあるんですよ。だから耳で聞いてるはずなんだけど、目で見てるはずなんだけど、いつもこう入ってくる場所が違うというか、今日はなんか背中から来たとか、今日肘の方から来たとか、なんか一つのシーンによって全然こう入ってき方が違うのはすごく魅力的だなって思うし、だからこういくつになっても感じ方が違って見れそうな気がしたんですよ。いろんなところを直してくれて、すごくやりやすかった気がしました。どんな話をしたりしましたか？ここに立ってくださいとか、文字に決めたこととか、いろいろ話しました。打ち合わせみたいな。下北 FM DJ トモアキズレディオショー、毎週木曜夜7時から公開生放送中。あと日テレ35歳の高校生、ぜひ見てください。以上、北山しおりでした。バイバーイ。しゃべちゃん始まりました。のぞみんです、よろしくお願いします。はい、のぞみんハウスです。皆さんようこそ。配信とか見てる人は見慣れてるんじゃないでしょうか、この感じ。今回何をするかと言いますと、のぞみんの家、日本酒とおチョコどれぐらいあるのか数えてみた。これ一回やってみたかったんですよ。その日本酒好きを歌ってるんで、結構いただくことも多いんですよ、おチョコと日本酒は。でも数えたことがないんで、見えてるんですけど、どれだけあるのかなってちょっと見ていきたいと思います。見ていきましょう。はい、じゃあ早速数えていきます。ちょっとちっちゃいのからいこうかな。まず1個目、ケラ
比べのキットみたいなのをいただいたんですよ、ファンの方から。これもそうですね、これとこれとこれかな、あと3つあったんですけど、それは飲んじゃいました。飲み比べ終わったものたちです。でまだなのがこの子たち、肉まさむね、黒帯ここに置いときますか。これもまだ、てかほぼほぼ未開封のものが多いですね。なんか日本酒って開封するとすごい勢いで味が変わっちゃうから、怖くて開けれないものが多いんですよ。一人で飲みきれないし、弱いから。ほとんどね、結構時間やばい、埋もれてくる。あ、ちょっと小瓶じゃないけどワンカップありました。こちらも南部美人さん地元のお酒です。なんで買ったのか全然覚えてないんですけど、多分酔っ払った勢いで買ったんだと思います。よいしょ、こちらも南部美人さんで、なんともう一パターンあります。これこれラベルを最近南部美人さん変えたんですよ、デザインを。その変えた後の方ですね、こちらも入れまして、これは舞台が最近終わったんですけど、舞台お疲れ様っていうことで岩手県の仕事をしてる企業さんから送っていただきました。ありがとうございます。これで最後ですね。南部美人さん多めだな。泡酒スパークリングもあります。これもね、泡物だから誰か遊びに来た時に、私コミュ障すぎて誰も家にあげないから一向にあげれません。で、これもう飲み切った瓶なんですけど、この生誕祭の時にファンの人が作ってくれたオリジナルのラベルを、南部美人さんとちゃんと相談して作ってくれたらしいんですよ。すごい嬉しかった。ちょっと言ってます。はい、こんな感じです。やばいな、これさ、24歳独身の女の子聞くよ。ということで数えてみましょう。まず日本酒 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 合計16種類、16個、まあ瓶の大小はありますが、なぞみんの家には集まってました。やば、でもこれでも結構減った方なんですよ。最近お家にいると何時でも飲めちゃうから、飲み進めてなくなって瓶捨てたものが結構あったので、やばいな、アルコール依存症なんで気をつけます。次おチョコいってみましょう。次はおチョコ部分いってみましょう。おチョコ、ほっくりは先に叶えます。ほっくりも口あるんで、使うにするときに使うんです。これとこれは自分で用意しました。でこれがいただき物ですね。ナムジジンさん私に行かせていただいたときにいただきました。あ、こっち違う、ブラスター、おチョコはこっちです。これも一緒に出しちゃうね。これもこれはこの3種類だけです。この流れでいきますか。こちらの方もおチョコ練習グラスかなになっております。おしゃれですよね、形が可愛くて。泡物の日本酒とかこれで飲むとなんか気分がいい。でこの3セットだったんですよ。3セットでいただいて、この3セットは常に私の冷蔵庫に入ってます。はい、こちらも6グラスとして使っております。日本酒は割と私氷を入れて飲むのも好きなんですよ。邪道だって思う人も多いと思うんですけど、はい、なんか家にいると飲んじゃいますね。私料理しながら飲むのも好きだから、一番やばかった時朝起きて朝ごはん作りながら飲んでました。蛇の目は結構なんか試飲するときとか使いますね。こちらもファンの方からいただきました。なんかなかなか
予約してから手に入るまで時間がかかるやつらしいです。これ見えないかな、こうお皿がついてるんですよ。お皿がお花みたいになってるのと猫ちゃんマークなんで、合わせるとライオンになるし、1個だと猫になるし、これがひっくり返すと豚になってるんですよ、ね、可愛くないですか。スリーウェイ、まさかのスリーウェイ、可愛すぎる。これなんと、その後自分で買ったのかな、自分で買ったやつと全く同じものだったのかな。色がちょっと違うんですけど、2つあります。これこんな感じですかね。最初のうちのおちょこたち、食べます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ですね。のぞみのうちにあるおちょこは16個でした。全部で意外とあったな。なんか多分その遠征行った時とかにファンの方からその土地のものとか探すことが多くて、おちょことかの話で結構溜まっていく一方のものもあったりしました。いい機会になりました。お家にいていつでも飲める状態なんで、体壊さない程度に日本酒を飲みたいと思います。はい、こんな感じでした。大丈夫かな、怒られないかな。大丈夫だよね、大丈夫だと信じて。はい、ということで今回はのぞみのお家にある日本酒とおちょこ、どのぐらいあれのあれ日本酒とおちょこどのぐらいあるのか数えてみたでした。大丈夫かなこれ。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価、大丈夫かな、高評価、こんなのこんな感じだけど大丈夫だよって思ってくれた方はよろしくお願いします。みんなで素敵な日本酒ライフを送りましょう。バイバーイ。こんにちは、中井です。僕これ初めてです。動画に出てくるの初めてですか。あ、はじめまして、中井です。なんだ、ちょっとねこんな時期ですし、決して、いいとは言えないタイミングなんですけど、急遽なんかね、このような急遽だとはいえ、もちろん自分の判断で撮っていただいてますが、ね、今はもう本当東京も日本も世界中も大変な時期で、なんかちょっと僕自身もどうしようかななんてこうね、やっぱご挨拶したいんだけども、ちょっと不謹慎かななんて、思いながら、まあそんな不謹慎だとは認識しながら判断させて、もらいました。ありがとうございました。ぐらいなんです。はい、ね、うちの会社だけに限らず、ね、芸能界も普通の OL さんもサラリーマンの人もおじいちゃんもおばあちゃんも子供もお母さんもお父さん、みんななんか大変な思いをしている時期なので、本当静かにと思ったんですけど、本当にお礼だけです。どうもありがとうございました。それじゃあまた、じゃあね。Please welcome Mr. Larry Graham。
this evening. The special song goes just like this. San Francisco morning coming clear and cold. I don't know if I'm awake or if I'm dreaming. Riding with Bass Wilder on the Super G. He said music's real, the rest is seeming. Oh, he played a feeling that won't go away. Left a sign on the soul. By the window as the
are the same. Whatever we do, you love me, you hate me, you know me, and then you can't figure out the bag I'm in. You say.
They can't go. They got to come back. I'm sorry, they're gonna have to come back. They're gonna have to come back. I'm sorry. And Graham Central Station! Oh, oh, oh.
sick.